森香織は、元産業電機バドミントン部所属の女子選手。福岡県北九州市出身。身長157センチメートル。血液型は A 型。右利き。福岡県北九州市立上南中学校卒業、九州国際大学附属高等学校女子部、卒業産業電機。母親がバドミントンをやっていたので連れて行ってもらい、八歳から、 バドミントンを始める。当時は双子の妹と競っていた。小学校時代はバドミントンジュニアの京都クラブ、どんぐりクラブ、白のクラブチームに所属。中学生時代には全国中学生選手権シングルスで優勝。高校時代にはインターハイで優勝。私の夢はオリンピックに出場し、メダルを獲得することと語っていた。山陽電機に入社当初は、 ダブルスシングルスともに活躍。ダブルスでは会社の先輩である鬼池恵選手と組んでいた。2001年には日本人として14年ぶりにヨネックスオープンジャパンで第3位に入賞した。また全日本総合でも優勝を勝ち取った。2004年にはアテネオリンピックに出場。日本代表選手が組み合わせに恵まれなかった中で、 唯一勝ち星を挙げ2回戦に進出している。その後、2006年にはユーバー n アジア選手権に出場。2008年の北京五輪に向けて、世界ランキングを挙げていたものの、わずかの差で出場を逃した。ありがとうございます。